サンタフェ州カルカラナ出身のサッカー選手。CA リーベルプレート所属。元アルゼンチン代表。ポジションはゴールキーパー。2002年に CA リーベルプレートでデビューした。2004年にはアテネオリンピック代表に選出。正 GK として6試合に出場し、優勝に貢献した。しかし、2005年の FIFA コンフェデレーションズカップでは、低調なパフォーマンスで5試合で10失点を喫した。2006年の FIFA ワールドカップでは、メンバー入り当確と思われていたが、ホセ・ペケルマン監督は、オスカル・ウスタリを選んだため落選となった。2007年7月2日に、スペインの RCD マヨルカに移籍したが、ミゲル・アンヘル・モジャの存在もあり、2007から08シーズンは10試合の出場に止まった。2008から09シーズンは、モジャの不調により中盤戦でレギュラーを奪取したが、12月29日に、デポルティボ・ラ・コルーニャからドゥドゥ・アワットが加入すると再び、控えに戻った。モヤのバレンシア CF 移籍後もアワットの控えとしての、日々が続き、年に数試合程度の出場に止まった。2011年7月25日、2部降格が決まった、デポルティーボ・ラ・コルーニャに移籍した。しかし、移籍後も、ダニエル・アランスビアの控えに止まっている。ありがとうございます。